新庄、投げやり。日本ハムの新庄剛志監督が勝利投手となった中日の高橋宏斗投手の投球をどうやって攻略すればいいんですかと脱帽した。7イニングで3安打無失点と完膚なきに抑えられて、7奪三振のうち3個が見逃し三振だった。見逃し三振が多いってことは手元で打ちに行ってバットが出ないぐらいのボールが来ていたんでしょうね。いや素晴らしい。今まで見た中でも本当にトップレベルのピッチャーだなって思いましたねとお手上げ状態だった。特に走者を出した時にギアチェンジを入れるベテラン顔負けの投球術をすごいっすよ。本当に素晴らしいピッチャーとベタ褒め。チームは今季2度目の3連敗。新庄監督にとっては就任3年目で初めて中日戦で黒星がついた。相手を褒めてる余裕はない、早く連敗止めてくれ。その攻略方法に導くのが監督をはじめとした首脳陣ではないんですか。この死んだグループでオールスター軍事攻めて古巣に恩返しだろ。新庄はコメントしようがなくなったら相手を褒めてごまかす。一流からは打てないから優勝はない。昨年と同じで清宮選手が一軍に戻ってくるとチームが低迷しますね。満塁で清水の時にタミヤ代打出して欲しかったね。まず清水の先発の意味がわからん。セリーグも強いし、ソフトバンクと楽天も強い。4位が見えてきた。3連敗がたったの2回か。チームの凄まじい成長を感じるね。もともと守備のチームだからね。得点数も5点以上は少ないからね。まあ日本代表ですから。そして明日はその日本代表を完璧に抑えた小笠原です。決め打ちしても打てないなら練習しかないんじゃないですかね。新庄さんは素直でいいですね。きちんと冷静に分析している。